はい、皆さんこんにちは。りなでーす。たかです。エイティブログでーす。本日は皆様に重要なお知らせがございます。私は日本人になります。はい、ごめんなさい、嘘です。日本人にはならないんですけど、これからは日本に永遠に住めるような永住権という手続きに今から入りたいと思います。ようやくですね。いや、本当になんか結構時間かかるという感じもあるし、皆さんが知ってるかわからないんですけど、タカと4年ぐらい前に結婚しました、うん、日本人の配偶者がいると永住権が取れる権限があります。今ちなみにレナは何のビザで日本に住んでるかっていうと、はい、今は配偶者ビザと言われるビザがあります。なのでタカがいると、うん、タカと結婚してるなら、ただし、うん、タカを殺したとしたらそうだね、あの YouTube がアップされなくなったなと思ったら僕殺されたと思ってください。はい、あの、まあ、そういう話だけじゃなくて、タカがなんか事故で本当に死んじゃったとか、うん、まあ万が一離婚になったとか、そうだね、こう離婚したらとかねそういうケースだと私はここの日本にいる権限がなくなります。俺がありきのレナ社長ってことね。そうだよ。だからどっちが偉いかっていうと俺が偉いってことね俺がいなくなったらレナはただのドイツ人になっちゃうってことね。それはタカが今まで気づいてなかったということだね。だから今気づかせるのが危なこれタカがいないと私は日本にいれないという理由もあるんだけど、今後、うん、タカと一緒にこう、うん、子供を作ろうとしたら、うん、本当に永住権があった方が安全ということがあります。そっか、子供が生まれたらレナがドイツ人じゃん、はい、俺が日本人じゃん、うん、どっちも選べるってこと今のところ。日本は18歳とか20歳までは子供がドイツ人も日本人も両方持てれる、うん、私たちは両親としては決めなくて、うん、もう子供が大人になってからその自分のアイデンティティを決めることができる。私たちはこう家族を作って、うん、どっかのタイミングでドイツに住むとしたら、うん、私は永住権がないと、うん、また日本に戻るタイミングでまた新しいビザ申請をしなきゃいけないとか、いろんな面倒くさいことがあるから、もう永住権を一回取ったら本当に永遠にその日本に戻って日本に住む権限があるから、うん、もう圧倒的に家族を作ったらあった方がいいということだよ。なるほどね。だから一回永住権取っとけば一旦安心ってことね。まあ俺と別れても安心だし、タカを殺しても安心だし、俺がいなくなっても安心だし、ちなみに私はタカを殺したらもう事故に見せようとします怖結構考えてますよ。これ証拠映像として撮っときましょう後々警察に提出してもらいましょう僕の両親にわやばいよ、タカが事故でなんか本当にいなくなったらみんなレナが殺したでしょっていうことにもなっちゃうから、だから皆さん気をつけてくださいレナ社長が永住権を取ったまあ数ヶ月以内に僕がいなくなったら多分そういうことです。ミッションコンプリートして永住権取れたのでもうこいついらないってなって恐ろしいですよ。みんな私のこと今嫌いになってる恐ろしいですよ。あ、大丈夫だよ、タカのこと大好きだからでも俺はさ、それで考えるとさ、はい、ドイツの永住権を持ってないじゃん、はい、だからもし2人でドイツに行って、はい、まあ、仕事するとか、はい、まあ、子供生まれてドイツに移住しますってなった時に、はい、俺はどうすればいいの。多分同じプロセスになると思う。まずは配偶者としてドイツに来る、配偶者ビザを取るんだね。ちなみに永住権以外にも日本人になるような日本のパスポートが欲しい、うん、日本人になりたいというパターンもあるんだけど、よくあるよね、日本に帰化しましたっていう。ああ、そうそう、だパスポートを取りますってやつよね。うん、そう、それは5年でできる。あ、配偶者ビザを発行して5年経てばってこと。そう、だから今はまだ全然できないという状態、うん、両方の申請がめちゃめちゃなんか調べたら面倒くさそうなんだけど、うん、永住権の方がまだ楽ということもある、うん、いや、すごい大変だと思うよ。だって2人が結婚した時、4年前、3年前に国際結婚した時もすっごいプロセス大変だったじゃん。
ドイツからいろんな資料を取り寄せて、それを翻訳してもらって、そうで、僕ら名古屋に住んでるので、東京か大阪にドイツの領事館があるから、めんどくさ、名古屋からどっちかの領事館に何回か、2、3回 2、3回は行きました、ね、うん、でちなみにパスポートを取らないとか取れないという理由もう一つあるんだけど、うん、日本人は一つの国籍しか持てられないから、うん、日本のパスポートを持てたらドイツのパスポートを返さなきゃいけないんですよ。なるほど。だからもうそこから日本人になったからドイツに住む権限がなくなる。なんかそれ悲しいよねドイツに育ってドイツで生まれてきたのに、日本のパスポート持った瞬間にドイツからはあなたもう日本人だから知りませんって言われちゃうってことでしょ。そう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 。だから、まあ、パスポートより私たちのケースは永住権の方が圧倒的にいいと思う。しかもレナがもしドイツのパスポートを捨てたら、今後2人でドイツに住みたいってなった時も行けないってことだよね。そう。だから一応俺は日本のパスポート、レナはドイツのパスポートを持ち続けてた方が、うん、お互いポシビリティがある。将来どういう選択をしたとしてもちょっと可能性が広がるってことかな。めっちゃそうだよ。ちなみにこう振り返ってみると、はい、もう今日本に何年間住んでんだっけ、トータル。9年目になったかな。もう9年目になる。まあでもその留学したこととかも入れたら、うん、もっと長い。そうだね、振り返ると2015年に僕ら新卒でドイツ支社から入社したレナと、日本の本社で入社した俺が、そう、新人研修で出会うんですよ、うん、ここが全ての始まりだよ。恋の始まりだよ。恋の始まりなのか災難の始まりなのか全てがそこで始まったんですよ。最初からあ、このなんか日本人と付き合ってたら永住権もらえると8年前に思ってたレナやばいやつだね違いますよその時はあの1年後に絶対にドイツに戻るから。そうだよね、レナはドイツの支社から入社して日本に飛ばされてきたんだよね。そう、1年間日本で新人研修とかビジネスのマナーを学びなさいって形、1年後にはドイツの支社に戻る予定だったんだよね。で、いろいろあって戻らなかったっていう、いろいろあってこれね、これいろいろこいつがいて、いろ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 あって、はい、うん、で、1年後にドイツに戻るっていうのをやめて日本に残るっていう選択をしたんだよね。そう、で、まあ皆さんが知ってる通りに2018年から世界を一周しましたけど。そうだね。で、1年日本から離れて、うん、そこで2019年にまたこっちに戻ってきた時に結婚して配偶者ビザの申請をした。だから今2023年、まあ、4年目突入って感じだね、はい、そう。ちなみに皆さん、僕らが世界一周してたことご存知の方いますか？いや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 、最近見始めた、知らない人いますか？それは最近我々の動画を見始めた人は、その3年前4年前に何してたかなんて分かんないから、まあ、実は僕ら世界一周してたので、全部もう一回最初から見てください。昔の動画を見ると世界一周の時の旅のコンテンツとかあるので、ぜひお楽しみください。でも今さ、たまにさあの家にいながら昔の動画とか自分たちの動画振り返って見るけど、やっぱ面白いもんね。自分で言うのはアホらしいけど、あ、なんか若いなこいつとかって思うし、そうそう、若いなこいつ、ああこれやばいなこいつとか、こいつら若いなとか俺ガリガリだなとかね皆さん一回見た方ももう一回振り返ってみたりすると面白かったりするので。何の話だったっけ話戻しましょうか永住権の話。そうで、2019年に日本に帰ってきて、そっから日本に住み続けて、うん、今に至ると。ちょっと申請さっき調べたので、うん、基本的に言われるのが9ヶ月ぐらいがかかる。長っ。申請してから結果が出るまですごく厳しく見られるから9ヶ月ぐらいがかかる。でこれ以外にももちろんその自分がちゃんと税金納めたよとか、うん、この大丈夫ですか社長脱税してないですか大丈夫、それはあの2人が税金納めたよっていう、ああ2人がちゃんと仕事してるよって。まあ俺はちゃんとね仕事してるからね社長は別として、実は何してるか分かんなかったりするからね。いや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 、俺はちゃんと日本のサラリーマンとして、はい、まっとうに働いてますから。あの自営業の場合はこういうものを出してくださいって言われてるの。はいはい、まあしかも納税もしてるからね、はいはい、ちゃんと利益を上げて。そう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 。
あとはタカの戸籍謄本とかを出さなきゃいけないし、うん、あ、そうなの。そう、じゃあそのタイミングでバレるかもね。こいつは北朝鮮のスパイだよというのがバレるかもしれない。バレるかもしれない。だからいろんな書類集めるのにまず 1,2 ヶ月かかりそうだね。だからまあ大体1年ぐらいのプロセスだね。うん、って感じ。世話のかかる女ですね。もう本当に私のこと好きでしょ、一緒に行ってほしいでしょ。はい。すごい弱。はい。じゃあまあこっから約1年ぐらいかけて日本人の永住権を取れるかどうかの勝負が始まるってことだね。そう、だからこの申請をしてる間にすごくその日本人としてのアイデンティティをこう吸い込まなきゃいけないって感じ。そうそうそう、どん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 日本人になっていかないと断られますからね。あなたはまだまだドイツ人なんで、うん、ちょっと日本になるの早いです。なんかでも、まあ、よく言われるでしょ最近。そう、最近動画のコメントとかでもどんどんレナ社長が日本人化してますねってすごい言われるよね。言われても本当にそうなのかなっていつも思ってるんだけど、私普通にあのドイツ人のアイデンティティが持ち続けてるよ。皆さん、あのレナ社長と一回暮らしてみてください。わかりますよ。日本人じゃないです。あ、そう。すごいドイツ人ですよ。タカと一緒にテレビを見てもタカの、うん、あのコメディとか、そう、そのコメディアンを見ても何も何が面白いか分からない。それね、ユーモアの違いとか笑いのツボがやっぱ全然違うんだよね。うん、でも日本に住んでるからこそ、うん、ドイツのコンテンツとかを見るのがそんなに簡単じゃないということだよ。確かにそうだよね。でもそこで今日の動画のスポンサーの ExpressVPN めちゃめちゃ役に立ってる。私はその ExpressVPN を使って、うん、まるでドイツにいるように、うん、ドイツの Netflix につないでそこでドイツのコンテンツを見ることができる、うん、ちなみに皆さん Netflix とか、まあ、Hulu とか、うんうん、国ごとに見れるコンテンツが違うって知ってました？ Netflix を例えばイタリアで見ると、うん、日本のジブリの映画は、うん、日本の Netflix で見れないけど、イタリアのネットフリックス意外と人気なジブリ映画が見れるということ。じゃあちょっと携帯で VPN につなげる方法を見せますね。そうだね。開いてでここに日本とかドイツとかイタリアとかが出てくるんだけど、うん、ここでポチッとイタリアを押すともうつながりました。もうつながりました。ボタン一つでめっちゃ早い。ちなみにこれ今イタリアにつないでるけど、うん、例えばイギリスとかにつなげれば、うん、BBC の iPlayer でドキュメンタリーがいっぱい見れたりする。ああそう、 VPN を使う理由がもう一つあるんだけど、うん、それはセキュリティの面で VPN を使った方がめちゃめちゃいい。だから皆さんカフェとか、まあ、空港とかでフリー Wi-Fi 飛んでてそれ使うことあるじゃないですか。めっちゃ使ってるよ。それね、実はねすっごい危険なんですよ。他のハッカーとかがその Wi-Fi につないで、うん、自分の携帯から個人情報とか口座情報とかいろんなパスワード情報が盗まれる危険性があって、でも VPN を使うことによってそれそういうことから守られるから、私たちもフリー Wi-Fi を使うときにいつも VPN をオンにしてる。ちなみに今は ExpressVPN とコラボした結果、うん、3ヶ月無料のあの LT ブログ視聴者限定のキャンペーンがあります。概要欄にもリンクがあるんですけど expressvpn.com/LTブログに飛ぶとその3ヶ月無料のキャンペーンが皆さん使うことができます。いや、これは、うん、今日の夜にこれはやりましょうかね。これちなみに日本語でいっぱい書いてあるけど、うん、できるの？社長は一人で。俺は手伝ってほしいな。そう、手伝って手伝ってほしいな。従業員だから全部お金で動きますよ。部下はお金で動きますよ。これは、うん、いいよ。明日これやりましょう。永住権を取るためにめちゃめちゃこれから頑張らなきゃいけないし、長い長いプロセスになりそうだけど、なんか途中途中でまた報告するのもいいかもね。ああ、ないと思うよ。あ、そっか、途中ないのか。9ヶ月後に一気にオッケーか。みたいな。ダメだ。そう。だから9ヶ月後こうなった時に。やばいよ。へこむよね。理由教えてくれるのかな。理由教えてくれないと思うよ。あなた YouTuber だからダメですとか、あなたの旦那さんちゃんとしてないんでダメですか。わかんない。だからお願いします。皆さんの応援お願いします。これがあれだね、法務大臣に届けばいいんじゃないの。僕らの動画が法務大臣に届いて、日本政府にこの動画が届けば通りやすくなるかもしれないので、皆さんぜひ
視聴者の方の中に日本政府でお勤めの方いればぜひイリーガル、この動画を広めてください。絶対にルール違反だよ。